はい、どうもこんにちは、地域おこし協力隊のダイです。いや皆さんお待たせいたしました。いやもう次はいつだ次はいつだと言われ続けて早、まあ、半年ぐらいですかね、経ちましたけれども、第何弾でしたっけ、大チャビついに再開ということで、いきなりローカルですよね。このやっぱり地域の会館に来るっていうのはやはりアビラチャンネルならではかなと思うんですけれども、今日はここで北信会館に来てるんですけれども、今日は社会福祉協議会さんの主催で行うフマネットをやるということで遊びに来させていただいております。なんかちょっと動画とか見たんですけど、ちょっと予習しとかないとさ、また集体を晒すことになるから、アイスホッケーみたいになりたくないか。まあとは言ってもね、実際に動くとなるとまた話は変わってくると思うので、ちょっと真面目にお話を聞きながら、地域の方々と交流しながらね、フマネットを楽しみたいなと思います。では行きましょう。あ、おはようございます。やば、よいしょ。太田さん、大君知ってます？え、大君見てる方ですけど全然見ないもん、わからないぐらいこちらこそです。中年おばさんのアイドルね、なんかみんなみんな大ちゃん大ちゃんって言ってる。そうなんですか？嘘。いやいや嘘。大くんってやってるから。いやありがとうございます。若さに飢えてね。ああなるほど。ぜひで使ってくださいね。はい。はいはい。皆さんお元気で揃われたので、今日も時間は短いですけど、ゆっくり楽しんでもらいたいと思います。ゆっくり。3、はい。
聞いてられてるわかさがあった熟練した今までの日々のトレーニングの積み重ねが足の踏み方に伝わっているこれが踏まれた。共同募金、阿弥陀町限定共同募金の関係で今年もピンバッジ作りました。一つ500円でこれが募金になって町内の虫学校などに飾りますで、ちなみにこれ今年僕がデザインしたんでぜひ皆さん個宣でもよろしくお願いします。ここにありますね。こだわりはとりあえず阿弥陀町のいいとこというか特産を全部揃えたので、あとはちょっとこうまあちょっと可愛らしいっていうのと、やっぱちょっと復興に向けての、まあ、感謝の気持ちっていうのをちょっとハートで表して、今日山形からも取材に来てもらったんで、次はまた来るときには、着るものとそれから化粧と十分配慮していただければと思います。本当に暑い中どうもありがとうございました。ありがとうございました。昔はね、なんだ、北信だけでなくて、自治会対抗のさ、野球、ソフトボール、はいはいはい、ね、子ども少年野球大会でいろんなのあったけど、一応とにかく強かった。お知らせは地域の人しかしないけど、なんか聞きつけて一緒にやりたいわとか、例えば今日みたいなやつも、ああしてもそれはもう構わない。じゃあ阿弥陀町の町民の方であればいつでもウェルカム。ね、ウェルカム。おお、素晴らしいですね。4月に入所されたそうです。ちょっとよかったら自己紹介を。あ、4月から阿弥陀町社会福祉協議会で働かせていただいてます岸本亮と申します。苫小牧から来まして、阿弥陀町に引っ越してきてからまだ3ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、こうやって地域のサロンとか参加してまず顔を覚えていただければなと思ってます。どこの地域もちょっとこういうサロン復活してきて、うん、まあ、また夏でちょっと熱中症防止とかもあって中止になるんですけど、うん、あとコロナの関係 で、 そうですね、けどできる時に集まっておいてやっぱり家にこもりがちになっちゃうので、こうやって顔を合わせれる時は合わせていけばいいのかなと思ってます、うんうん、本日ウマネット参加させていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ウマネットの活動自体はいつからやられてるんですか？5、6年ぐらい前からですかね。5、6年前、なんかきっかけとかあったんですか？町内で
サポーターの養成講座っていうのをやりまして、それで参加してくれた方が中心になって地域でやってくれてるっていうことですね。安平町ボランティアセンターの、 公式 LINE アカウントがあるので、そちらの方をちょっとこう登録していただければ町内のボランティア情報だったりとか、あとボランティア募集もございますので、ちょっとぜひご協力いただければなと。自粛期間長かったっていうことあって、再開したいんだけどどうしたらいいんだろうっていうちょっとお声もあって、まずこういう形で社協が主催っていうことで出張サロンとしてさせていただいたんですけど、今後他の地区でもやっぱり自分たちで再開したいなっていう気持ちもあっても、なかなかちょっと立ち上がるの難しいなとか、どうやって進めたらいいんだろうっていう悩みの方は多いと思うので、そういった部分も社協の方でお手伝いできればなと思いますので、お気軽にご相談していただければなと。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。